大自層の戦いとは、日中戦争中の1938年3月から4月7日までの間、山東省西南部の大自層付近で行われた戦闘である。大自層の攻略を起とした日本軍部隊が中国軍の大部隊に包囲されて撤退、助手作戦の引き金となった。中国側が交戦以来の大勝利を宣伝したことでも知られる。 南京攻略後、参謀本部では1938年夏まで新作戦は行わないという方針を固め、1938年2月16日の午前会議で天皇の承認を得ていた。一方、山東省の災難、陳太桃を占領していた北品方面軍は、たびたび老海戦方面へ向かう南下作戦を要請していたが、大本営はこれを認めなかった。 参謀本部作戦課長、河辺虎四郎大佐が現地へ赴いて、作戦休止の方針を説得したが、司令官たちからはこの方針への不満を浴び、河辺課長は帰国直後に更迭された。こうした中で2月17日、北品方面軍令下の第二軍は、軍司令官の意思と称し、大本営の方針に反して、第十師団に、 最年への攻撃を支持し、第五師団の一部を義州へ向かわせ、第十師団に協力させた。第五師団は、片野死体を編成して、義州を攻略。2月23日、坂本死体は、片野死体を吸収して南下し、3月5日、床白鎮を攻略した。その後、第二軍は、南進作戦ではないから、完全の敵を撃破したいと大本営に要請した。 3月上旬、不拡大派の川辺に代わって、作戦課長に就いた、稲田正澄大佐は、この要求を追認した。3月13日、第二軍は、第10師団に対し三島詳細南部の大運河の、線、大事層までの中国軍撃滅を命令した。大事層場内の戦闘第10師団の制圧死体は、大事層運河の線を確保するため、 不評第63連隊を大事層北方に進出させた。大事層派遣隊は大事層への攻撃を開始したが、そこに不人していた孫玲中軍三個師により頑強な抵抗を受けた。助手方面の中国軍は、第五戦区司令長官、李宗仁の指揮下に約40個士の大兵力を集結させていた。そして、大事層を徐州防衛の第一線として、 前年12月から住民を場外に退避させて、要塞化しており、装備有料なユ温ォ第20軍団など、約10万の兵力が、大自層方面に差し向けられていた。大自層派遣隊は、木内の北東角を占拠したが、大群に包囲された中で百数十人の死傷者を出して危機に陥った。翌3月28日、 福江マっピラ連隊長の指揮する一個大隊が、救援に向かったが、これも弾薬がそこを突き苦戦になった。3月29日、セア支隊の主力で第一総攻撃を行うことになり、不評第十連隊が、不評第六十三連隊と合流して、東門、南門を占領した。しかし、死傷者が続出して、再び危機に陥った。中国軍。 第二集団軍も7割が死傷し、第31死は、白兵戦を繰り返して大自層を死守していた。同29日、第5師団の坂本死隊は、攻略目標の義州監禁へ迫っていたが、瀬谷死隊救援の命令を受けたため、義州攻撃を中止して離脱した。死隊は、死守から詰めかけてくる、中国軍をくぐり抜け、4月2日に大自層の東方後、6キロまで、 進出した。この時、ユオン博軍団が、坂本支隊と3日間平行に行軍していたが、双方これに気がつかなかった。翌3日、瀬谷支隊不評第63連隊の大次総攻撃は、不成功、坂本支隊も優勢な敵部隊と交戦しており、4日になっても戦況は変わらなかった。そ孫年、中軍が正面を防衛し、ユオン博軍団が、 側面から迂回して日本軍の包囲を形成しつつあった。また、ユオン博の部隊に配備されたドイツ製15センチメートル榴弾砲が初めて使用され、孫連中部隊のラインメタル対戦車砲も効果を発揮した。ユオン博軍の出現の情報は中国軍が決戦を求めてきたことを意味するため参謀本部に衝撃を与えた。4月5日、 坂本師体は板垣第五師団長から義州攻略に転身せよとの命令を受けた。これは板垣師団長が大事層が攻略されたと誤認したためとも、師団命令自体が通信の混乱による誤認であったとも言われる。5日夜、坂本師体長は瀬谷師体長宛てに6日の日没後反転すると打電し、部隊に転身準備を命じた。 坂本支隊の転身を聞いて衝撃を受けた瀬谷支隊は大事層の放棄を決定して6日の日没後に転身を開始した。ところが第二軍司令部から総合兵力による大事層攻略の許可を得ていた磯谷第十師団長は慌てて瀬谷支隊に転身中止を命令した。しかしこのままでは部隊が全滅すると判断した瀬谷支隊長は 独断で大自層から離脱した。一方の坂本死体は、一旦は反転していたが、死断命令に不明確な点があったため反転を中止して、元の戦線へ引き返した。しかしすでに、瀬谷死体はおらず、連絡なしに転身したことに憤慨しながら4月7日に反転した。大自層駅の理想人中国軍は大自層から、 日本軍が退却したことを確認し、敵の死傷2万4人、不評11万4兆、銃機関銃931兆、不評砲77門、戦車40台、大砲54門、捕虜無数。敵、板垣、磯谷両師団の主力はすでに我が方のため壊滅された、との発表を行った。発表内容は古代なものであり、 当時の国民政府政治部第三庁長長、各松尺は、今日から見ると、このニュースは、運搬がものだ。事実のところ敵は大事そ一体から、戦略撤退をし、全面的進行に備えたのだ。それを我が方の、軍師たちが古代に宣伝したので、それこそまさに、拡大宣伝だ。これはもともと、軍師たちの寛容手段だが、それにしても当時は、 一般人を勝利の陶酔に巻き込んでしまったと回想している。実際、この商法は理想人の名とともに中国全土、世界各国へと知れ渡り、中国各地で戦勝祝賀会が開かれ民衆は勝利に沸き立った。大自層での局地的な勝利は誇張して宣伝されることで実際の勝利以上にプロパガンダの面で戦略的に大きな効果を発揮した。 日本軍が大事層から撤退した後、中国軍は総統戦を行っただけで、李宗人は大規模な追撃を命令しなかった。李宗人は増援部隊到着の遅れを理由としていたが、実際には、軽微な損害しか受けていない右ン白部隊は、追撃に使用されなかった。こうして、中国軍が日本軍を殲滅するチャンスは失われた。この戦いでは、 ドイツ人軍事顧問ファルケンハウゼンの意見も決定的な影響を与えていたが追撃が行われなかったことにファルケンハウゼンは頭髪をかきむしって焦りを表した。稲田正澄中佐の戦後の回想によれば大次章からの交代は敗退ではなくいずれ下がることは大本営との初めからの約束であるとしている。局部的とはいえ日本軍の交代は 六甲橋事件以来初めてのもので、損害が、比較的、大きかったことも事実である。日本軍の損害は、第五師団の戦士戦281、戦勝5478、第十師団の戦士戦88、戦勝4137で、合計戦士2369、戦勝9615、総計11984名であった。 また、瀬谷死体が独断で撤退したことが問題となり、瀬谷継軽将は後に予備役編入となった。五段により、坂本死体に転身を命じた板垣中将や、瀬谷死体の実態を知らず転身中止を命じたいや、中将らの責任がどうなったのかは不明である。この戦いによって、結果的に油温白部隊をはじめとする中国軍の大部隊が、 女州付近に集結していることが判明した。4月7日、大本営は、女州付近の敵の撃砕を起とする命令を、北品方面軍、中品方面軍に加達した。こうして、2月16日の午前会議で決まった、不拡大方針は放棄された。ありがとうございます。